なし。栗原健太さん。はじめまして。あ、MC さんいる。ハオさん。こんばんは、寒いです。ね、今日さ、なんかあんま太陽出てなくて、なんかずっと寒いなって感じ。なんか今日はそのなんかね、なんか喉と鼻と口がおかしいんですよ。あれ喉はなんかわかんない、なんかって感じなの。で鼻はちょいちょい鼻水が出て、でなんか歯の矯正をねしてるんだけど、新しいマウスピースに変えたの。したらなんかすごい痛くて歯が。硬いもの仮面は置いた。こんばんは、いた。こんばんは。よかった、ハク様。無事に届きまして、よかったでございます。かなおちゃん、こんばんは。あ、こんばんは。うん、今日もうね、四角い呼吸なんだ。ごめんね。四角い、はいはい。うん、今悩んでるの。もう本当に、このアンテナをしまうか、裏にしまうか、ちぎるか、頑張って組み立てるか、どれかなんだよ。葵さん、こんばんは。どうした、はるぱるさん。今日はこんな顔なの。イエーイ、綺麗な白い肌でしょ。おかえり、はるぱるさん。こんばんは、お弁当さん、こんばんは。ありがとう、おかえりなさい。葵さん、こんばんは。今日は一日お休みでした。今、配信見て、お、キミちゃんさん、明日母の日じゃないですか。楽しみですね。あれめっちゃ時間かかったでしょ、あれね。いや、そう、あれ何それってちょっと気になる方はハク様のツイッター見てほしいんだけど、みんなに見せるやつ。なんか別になんか特に意識したつもりはなかったんだけど、いや、いけるべと思って書いたらめっちゃ時間かかるやつだったんですよ。で、普通のアオイタンが書いてるイラスト色紙は下書きが30分から1時間で、色塗りが1時間から1時間半かかるんですよ。だからまあ2時間半から3時間ぐらいかかるんですね、1枚書くのに。で、ハク様のやつに関してはほぼ倍ほぼ倍5時間半ぐらいかな。なんかもう下書きの時点で1時間半かかったのよ、ハクさんのやつ。で、色塗りがもう難しくて、あれ特にさ、その千と千尋の白龍のなんかさ、モヒカみたいなのあるじゃん、毛、エメラルドグリーンの、あれの色全然出せなくて、3回ぐらいなんか重ねて塗って、そうっていう、もう葵たんが今持ってるスキルを全て出し尽くしたのがそれ。整形しちまったが、うん、おかえり、こんばんは。やっぱみんな美しい方が好きでしょ、キャー、私綺麗。パーカー2個届いた。え、早くない？一昨日とかじゃなかったっけ、頼んだの。早い。誰？あー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 、りほちゃん、ご飯は食べたの？ちゃんと。ありがとう。今日もあれか？今日もこれからお仕事かしら。学部、そこまで時間かけてまで、ありがとう。いえ、全然、葵たんが書きたかっただけだから、全然いいんですよ。なんか、一回書きたいなと思ってて悩んだの。おにぎりを食べるシーンか、あなたの名前は、琥珀川っていうその色紙のシーンにするか、もしくは、にぎはやみ琥珀主の顔をドアップで書くか悩んで、そう、龍にしたら多分龍が一番難しかったと思う。うん、いやーね、でもなんか逆に葵たんって結構こんな描けるじゃんっていうなんか謎の自信が湧いたから、ありがとう。どこだ、誰、あ、キャンピラー、こんばんは、キャンピー。何、カエルかぶってるって。なんかさ、サンリオピューロランドさ、ショールームやってなかった？競馬コンシェルジュ始まった、秘書マーヤ、どうでもいい。秘書マーヤって誰？葵たんが秘書になろうか、赤藤先生。明日予定だったけど今日届いて、高松、素晴らしい。葵たんも今日ね、チェキフィルムが届きました。パスタ半分の小麦粉、いいんだよ、
いっぱい食べたまえよ。22時だよ。22時からか。そう、その前にねポコポコちゃしたんだけど、てかそうなんかあのいやこの後ですね、なんだご飯を食べたりなんないするんだけど、22時半からでポコポコちゃん間に合うのか果たしてって今ちょっと思ってる。あいたんこんばんは。あ、カタカラミッチーこんばんは。おかえりなさーい。ねえ、こんなシーン好きだから嬉しかった。よかった。なんかあの川の流れのシーン、そうそう、あなたの名前琥珀がパーって。でもそうし一個失敗したの。これね、気づいてるっぽい人いないからいいんだけど、その白様に書いたイラスト色紙のあのさ、カラスいるじゃん。カラスだっけ、なんかハエみたいな、カラスじゃない、ハエ、わかんないけど、あれを描くの忘れちゃったんですよ。あいたん、なんかあの時の登場シーンにいるのって千尋と白様と、あとあの棒がネズミみたいになったやつと、あとなんか3つの顔が、あのの化け物がちっちゃくなって、なんかカラスみたいな、ハエみたいなやつ、ハエかなあれ、そうになってるやつ、そう、それのそうハエみたいなやつを描くの、なんか後で描こうと思って、なんか位置が微妙で、ね、後で描こうと思ったら忘れたやつ。あ、お弁当さんハートありがとう、ありがとう、ラブユー宇宙、ありがとうハート、ありがとう。そっかポコちゃんまだやん、イヤホンはさっき言っても早すぎだ。大丈夫、ちゃんと配信する前に見直すから大丈夫大丈夫。よいしょ。そう、ちょっとこれをさ、どう思う、これさちぎる、このアンテナ、アンテナをもうちぎるか、ちぎらないでこっちにパタンって閉めるか、頑張って透明なテープで修復するか、どれがいいかな。ちぎるのはちょっと思い入れがあるからな。でも直したいんだよな、ちょっとポコちゃんで。聞かれたから言うけど、秘書マーヤは白石まるみさんの娘の森永マーヤさんです。へー、あー、そういう、なんか多分顔見てもわかんないかもしれない。パステルハウスで買わせてくると、あー、そうだね、パステルハウスだ。そう、見たい方ぜひ。なんだ、パステルカラットさんっていうね、お世話になってる舞台があるんですけれども、そう、なんかクラウドファンディングをやるということで、ぜひもしよければお願いします。で、まあなんかそれに対してご質問等あればぜひ聞いてください。答えられる範囲で答えますが、うん、アウターもね、なんか文面でしか見てないのよね、そのなんていうの、直接話を聞いたとかじゃなく、なんか文面で、あ、こういう感じかっていうぐらいだから、そう、なんかあれだけど、お顔引きちぎったら痛いよ、うわあ、チートバー痛いな、そりゃそうね、しまおうかな。でもな、本当にね、このアンテナがないとね、何がなんだかわかんないのよ、ただの四角やん。ただの四角やんってなっちゃう。これちょっとポコポコじゃで悩もうと思う。せっかく世界に一個しかないアオイタンの顔なのに。ありがとう、あ、すっとこさんおかえり、ありがとう。あれ、ホフニャ、あれ、リキヤくんじゃなくなったの。おかえりホフニャ、ありがとう、僕のアンテナをどうぞ。おかえり、もうリキヤくんなの、もうリキヤくんっていう名前とホフニャンって名前のなんかギャップが激しい。そのアンテナ意味あったの、あるよ、これは一応なんかニコニコのテレビの形だから、アンテナがないとテレビじゃないんだよ。超会議を返せ。いやね、来年にはね無事できることを信じてね頑張りましょう。でもニコニコ超会議でなんかわかんないけどもらったんだよね、そう、なんかあれだよ、これ
なんだっけ、これビリビリ、そうビリビリってやつで、なんかあのコーナーでもらったんだけど、そうよいしょ、去年の狂い酒のクラファンリターンが永遠に来ません。あ、そうなの？去年、え、結構前、あれでしょ、衣装のやつだよね。あれもなんかいろいろあるんじゃない、知らんけど知らんけどって便利。そう、そう、なんかまあ、どうなんだろう、あんま分かんないけど、うん、パステルさんのクラファンも、まあ、なんかなんだろう、クラファンしてもらって葵たんが直接何かお返しするものがないから、一個もなんかなんだろう、なんかこれなんか何かできますっていう宣伝がしにくい。やーいたん、今日すっぴんやな、色白で可愛い、ありがとう。さあ今日はちょっとね、お肌が真っ白なの。おかえりアリさん、ギャップ萌え燃えてない、ギャップがあるって言っただけ、燃えてはないけどギャップ萌え、まあそうね、そう力也くんって男前、よし。いるんだよ、スマホだって、っていうだべ、え、どういうことどういうこと、スマホ、スマホもアンテナがあるの、あ、でもあるわ。でもさ、なんか昔さ、なんか葵たんがガラケー買ったもう一個前ぐらい、なんかさ、こうガラケー、ここアンテナなんかビヨーンって出すやつあったよね。なんかアンテナビヨーンって出して電話したりテレビ見たりしてる携帯なかった？顔が一回転する手品、そうだよ、首が丸いの、てらららら、マギーシンジさんがいるのに。ゆきみさんのお手紙、お金返せ、すぐ言う、金返せ、いや怖い怖いえ、お手紙か、お手紙だったらなんかすぐ書けそうだけど、どうしたら、なんかあるんだよ。何かね、葵たんたちには理解しがたい大人の事情っていうのがね、この世の中にはたくさんあるんだよね。うん。1月末に早急に送りまして、こうつぶやいてたのスクショしてある怖い、急にさ、なんていうの、なんかお金振り込まれてないヤクザの取り立て屋みたいな、なんか金返せすごいよ、あれでしょ、だちょっとあの子たちの未来に投資したと思って気長に待とう男前を売りにしてません、わら、ホフニャン、ホフニャンってホフニャン、ホフニャンってどんな顔だ、ホフニャンってさ、ホフニャンだよね。知らんけどっていかにもすぐ何かと人のせいにする日本人らしくていいよねけなしてんのか褒めてんのかどちらいやでもわかる、あいたんもで自分でなんか使ってたんじゃなくて、誰かね、ファンの人が使ってたんです、すごい、すぐ知らんけどみたいな、知らんけどってなんか関西の方でよく使うらしくて、それがなんか映ったんだけど、まあ便利よね、こんばんは、お面の耐久力限界な気が、限界じゃないです、松目さん、限界は自分で決めたらそこで試合終了だ、よし、おかえり、ご飯食べた、お手紙あるけどおそらく他にやることがありすぎて書けないんだろうな、ここへそうだな、そういうことだよ、そういろいろさ、何か理由を見つけて折り合いをつけないと人生っていうのはうまく運ばないんだわさ、うん誰葵たんなあよ、四角葵さんか、あ、おかえり、ともさん、こんばんは、そう、今日なんかさ、今日なんかサラダ食べたら顔四角くなっちゃったん、未来に投資、いい言葉、そう、未来に投資したんだよ、そう、だってね、クラファンが達成した時嬉しかったじゃないか、あの頃の気持ちをっていうやつ、わかんないだから、会ったことないけど、ホフニャン、いや、ホフニャンっぽい人は多分わかるって、だ次いつかどこかで会った時はホフニャンだねって言ってあげるよ全然違う人に言ったらどうしよう、あれホフニャンでしょ
違います、リキアです。知らんけどはおいたんから、うつうたイエーイイエーイ。そう、ファンは推しに似るってそういうことだよ多分。あ、今日は四角いたんだね。おかえりレクさん。そうなの、うん、今日は四角い美白なの。おかえり。ビール飲んだ。もうなんか勝手にビールみたいなイメージつけてるレクタに。パスタ半分でお腹いっぱいになった。嘘でしょ、嘘やんけ。そんな、あいたん、お昼にサラダ食べてからまだ食べてないんだけど、もうお腹空いて空いてもうゴーって感じ。その箱はマスクの代わりになるね。まあそう、なんか究極そのなんか対策であれだけど、なんかさ感染者減ってきてるの今ね。でもなんか小さい島に感染者が出たってなって、なんかね頑張れと思う。コロナ太りにつきダイエット中。いやね、なんかダイエットってその時の気持ち大事なんですよ。なんか勢いでダイエットしないとできない。あいたはそんなね意識高くないからね。なんかあ今日はなんかダイエットできそうみたいな日にダイエットしとかないと、そう違う日にあーお腹空いた食べる食べるって食べちゃうから、うん。私も今からサラダを浴びるように食います。どんだけ食べるね、いいと思うよ。あいたん野菜好きだから、野菜好きなレクターも好きだよ。ん。あいたんこんばんは。あおかえり、あっちゃんさん久しぶり、こんばんは、来てくれてありがとう。どうですか、お元気ですか、娘さんは。たくさん食べてわ。でもなんかうちにね抹茶のパンが2つあるんだよね、食べたい。ダメだダメだダメだ。だから夜ズーム飲み会あるので。えそうなの、ビールこれ青いたんには見えないけど、うん違う、みんなのコメント欄には見えないけど、あいたんの目にはこの腕をこうやって横にやってる横にビールが見える。こんばんすいません、知らない子でした。あおかえりバナー、おかえりおかえり明太子。コロナ太りにつきダイエットしたかったけど免疫力落ちるのか。あそうだよ、そう体力とか特にハク様はダメ。ダメねえ、あれはなんか奥様とかダイエットとかしてない、なんかさ絶対なんか奥様なんか細いもん。一回見た写真見たけど細いもんね。褒めてもないけどけなしてもない。おちょくっている、なんだぞこの子の猫パンチ猫パンチ。猫パンチかわいいな猫ちゃん。あいたん自粛期間あげたら猫カフェかうさぎカフェか柴犬違う豆柴カフェに行きたい。早く会いに行きます、わら今会いに行きます、待っております。まあね会える環境がねそうできるようにね、そうちょっと事態の収束を願おう。うん、ありがとう。顔なし、ああ顔なしやだ、顔なし怖いよね。あいたん千と千尋の神隠しの中で一番好きくないキャラ顔なしなんですよ。なんかねなんか怖いんだよね、なんか。例えば朝からキョンちゃんが変態だった、おいキョン出てこいよ。おいキョンちゃん、おいスケメロとか言うなよ。俺は意志が強いから食べることをやめない、うん、いっぱい食べていっぱい大きくなろうリーさん。もう大きいけど、でもな、実あ妻か妻わけあって LINE で会話して、嘘じゃん。どうしたどうしたどうした。いやなんかあいたんわかんない、こっそり言うけどなんか妻のあれをなんか前さほらメッセージカード書いてもらったじゃん、それで、ね、なんか定期的に割とねあれを見るんだけど、なんかたまに大丈夫かなって心配してる。猫カフェ行きたいね、猫カフェ行きたい、
あいた耳が垂れてて短足がいい。どこだ、カエルの方が好き。無理、カエル無理無理や。あんだって、あ、出てきた出てきた、ギョちゃん、おかえりおかえり。あのさ、ダメよそうやって。女の子に嫌われるよ、キャンピー。リホちゃんにも嫌われるんだから出た、スケメロ。あいたも知ってたのか。でもそのスケメロの写真は見たことない。写真なの、なんかわかんない。あのね、ワードを知ってるだけだけど、やめて、ちょっとかわいそうでしょねえ。なんかあいたん、なんか恥ずかしくなってきた。ほいほい、あ、けいさん、ほいほい、こんばんは。ほいほい、早い早いよ、ほいほい。ホイホイは別に家で猫カフェできるじゃん、自分家の猫ちゃんで。スケメロダメ絶対あの啓発ポスターみたいになってる喧嘩とかじゃなく自粛ムードだから訳あって。あ、そうなのか。まあね、なんか家族もね、そう、なんかあのさ、買い物とかもさ、なんか必要な人だけ出かけてくださいみたいなあるじゃない。なんか仲だよね。そう、まあ、あれにしよう、そう、あの LINE で愛を育む時代だよどこだ、スケバブ言ってた。おい、変態、ちょっと来いやスケバブダメ、リホちゃんは絶対透けたもの着ちゃダメねずこみたいに小さくなりたい。あーね、ねずこがさ小さくなってさ箱入るのかわいいよね。あー見ちゃったのね。そう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 、そうなの。なんかちょいちょい、そう、あれ大丈夫かなって元気な時は元気そうだけど、そう。ヨーグルト、納豆、サバ缶、もずく、ネットで調べたダイエット食品をひたすら食して。本当に松郎くん、いいよダイエットなんてしなくてでもそっか、サバ缶。あいたもヨーグルトは食べる、納豆も食べる、もずく、なんかね、もずくなんかちょっと酸っぱいからあいたメカブとか、あとまあ豆腐とか、そういう。でもあとなんか麺が食べたい時は糖質ゼロ麺を買うけど、久しぶりです。あいた今配信見て、ありがとう、きめちゃんおかえり。リアルにこの自粛期間中に料理でも始めようかしら。素晴らしい、いいじゃない料理。料理だったらお菓子作りがいいや。おいた、ダンボール取ってみて。おかえり、誰だ。ちょっと待って、見えない見えないぞ。京様、ありがとう、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、あおいたんことナンバーあおいです、よろしくお願いします。ダンボールを取った顔はね、明日見れるから、明日まで右上のハートをピンクにしてね。スケバブちゃん、やめろ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 、スケバブ。まあでもなんだろうね、なんかさ、やっぱお洋服の変化でいち早く気づくのって男性だと思うんですよ。なんか例えば肩が出てると、肩出てるとか、肩出てるの好きというのは一番早いのは男性だし、そう、なんかすごい、なんていうの、こういうなんかここら辺透けてるとか、腕が透けてるだけとか、あと首元がすごい開いてるとか、こう胸元、そう、開いてるとか、いち早くなんか言うのは男性だと思うんですよね。夏結構透けてる系着てる、やめなさい、今すぐやめるんだ、もう夏でもニットを着て暑っ私あえて買わせてないからなあ、そこから変、なかなか理解してもらえないんだよ、そっから。かわいいじゃん、かわいいじゃん、本当はもっとなんか一緒に過ごしたいよー、しくしく。うん、もう大変だな、うちなんて。どうする、2人ならまだいいよね、うち4人家族で密だけど、どうするねこの中にさ、見てる人で4人以上の家族で密な方います？密密でるね、もう。育む愛がない人はどうしたらいいですか？いいんだよ、育む、LINE で育む愛がない人は、あおいたんと画面越しに育む愛です。よろしくお願いします。
白い服の下に黒いキャミ着てて地味に透けてるの分かったけど、めんどいからそのまま配信した。嘘じゃん、そんなことある？ちょっと待ってよ、ダメ、黒いキャミソールには黒い服を着なきゃダメ。アイタンもなんかなんていうの、なんかほら分かんない、なんかあんまなんていうの、そういうなんかセクシー路線はちょっと向いてないから、白い系の服には白かピンクのなんかタンクトップとか、なんかキャミソール着ててもなんかなんていうの、下着のなんかブラの紐でしょみたいな言われることとか稀にあるから、もうなんかタンクトップの形にしてる。なんでどうしたの、表情筋急になくなったよりほちゃん。何天台女子は何内心思ってても表に出さないだけだよ、あの子また露出冷やしてる。それいじめに発展するやつだ、やだ怖いよ。気づく力がゼロだからモテないってのは自覚してます。どう、でもそんな松田くんって意外となんかあれ何々なんかですかとかなんか結構多い、なんか多い気がするけど、まあでもなんかそれはあれよ、まあ確かにね、よくなんかあるじゃない、なんかなんていうの、前髪切ったのに気づいてくれなかったピエンとか。まだ気づいてもらえたら嬉しいこともあるけど、まあアイタン的にはプラスアルファであって、なんか別にいつも高い好感度を保ってているよみんな。黒とかしか持ってないもん。誰かちょっとなんかさ、白とかピンクのさなんかインナーをプレゼントしてあげて、リホちゃんに。白にピンクってわかんのちゃう？いやなんかそれで透けないやつですよ、透けない生地のちょっと分厚いけどさとかをなんかネットでポチってしたりする、うん、難しいよ。だって白い服でもインナーが透けてピンクでそれで下着が見えなければ可愛いじゃない。そう難しいよね、女の子の服って難しいんだよ。ほにゃーねえ力役。こんな顔腫れてんの？あ、おこんばし、こんばんは学校の先生。なんかすごいやっぱこの時期に顔を隠すと整形疑惑みたいになってるやつ。おかえりおかえり。顔めっちゃ傾いてそう。なんかね、最初もっと初期の頃はこんな感じでいけたんだけど、なんかどんどん斜めになっちゃう。なんかなんだろう、顔修正すちゃん。今何時？今19時59分。そろそろ夜ご飯の時間だ。ということで、じゃあ皆さん、あ、なんか気づいたらいる人がいる。終わろう。よし。透けてるとかって全く気にしてない人いました。誰？ハク様が？いいよ。いいんだ。まあなんかそれは分かんない、逆にちょっとわざと透かしてる女の子だったら残念に思うかもしれないけど。いいんだよそれで。ハクさんはまあ違うなんか目線で。やれご飯食べよう。おいなんだエリン、おかえり、昨日ポコちゃんありがとう。コミュ障だから基本服も顔もちゃんと見れねえす。あーでもそう、まつるくん一番最初会った時全然ね、なんか全然っていうかなんかあんま目が合わなくて、なんかこっちも緊張した。大丈夫大丈夫、整形しても気づかないから、イエーイありがとう。ちょっとじゃあ行ってくるわ。まもうずっと何年も顔見てるけど、整形してないよ。ありがとう、なんかありがとう。まあ、もっとなんか整形したってぐらい綺麗になりたいよね。またねー、イエーイ、またねー。服も顔見えない、わかる。仲間やないか。そうね、お待ちだからね。はい、ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。5位もちゃん、4位ほいほい、3位すっとこさん、2位りほちゃん、バブタコ、
いてー、はるみみん、ありがとう。他にもみんなありがとう。右上のハート白い方、毎日配信してるので、ぜひピンク色にお願いします。今日はですね、22時30分から、ポコポコ茶をやります。ぜひ皆さん、ポコポコ茶、22時半から12時過ぎぐらいまでかな。そう、今日こそはプラマイゼロかプラスの域を目指して頑張る次第であります。よろしくお願いします。ペコリンちゃん、じゃあ何で終わろう、パンダで終わろう。よし、じゃあみんな夜もご飯食べていっぱい頑張ろう。ありがとうカジブ。はい、それでは以上、葵さんことナンバー葵でした。おやすみなさい、またね。顔似てるじゃん。え、顔似てる。